ピン来てる？ピンピン。ブラッシュ。ビンビン来てる？ビンビンブラッシュ TV。 はい、ということでやってきましたブラッシュミュージックエンターテインメントの MC ウェルカムマンです。よろしくお願いします。さあ皆さん見てください、イメチェンしました。はい、パーマ当てまして、色をガツリ抜きまして、つぶろくにしまして、やっとねあのここイメチェンしましたよ。まあブラッシュアワードも終わりましたしね。はい、あのまあ新しいね季節がこれからやってくるということで、引っ越しも終わりまして、はい、もうちょっと気持ちをクイッと入れ替えようかなと思っております。はい、さあこれは10月の第1号なんですけれども、もうね食欲の秋、体育の秋、まあ体育の秋じゃない、スポーツの秋、何の秋、ほんまにいろんな秋、なんだいっぱいあるけどもね、皆さん読書の秋もありますね。みんな何をするんですか。僕ね自転車買ったんですよ。はい、もうまあねずっと迷ってたんです、やろうかやらないかな、やろう。でもねもうほんまにね、もうちょっとねやっぱ有酸素運動をしないといけないということで、ちょっとでもね体を動かす、まあ僕ねあのフットサルサッカーはねちょいちょいやってるんですけれども、やっぱりねあの筋肉になるんですよ、サッカーとかも激しい運動をするので、まあまあのんびりのんびりね、じわじわと汗をかいて脂肪燃焼するという分に関しては、まあジョギングとかねマラソンとか、まあ、ウォーキングとかがいいみたいなんですけれども、まあ、僕はとりあえず自転車に乗って頑張ろうかなと思いまして、この間もね尼崎、ここ、まあ、この収録場所が芦屋なんですけども、ここからね尼崎の方まで行って帰ってきたんですけど、まあ、24キロあったんですよ往復で。もうお尻が痛い、もう本当に全然お尻がついていかないんですよ、逆に今度。はい、だからなかなかね初めてすることもね大変だなと、まあ、思いながらもねこれから続けていこうと思います。皆さんどんな感じかね、まだ夏の思い出、これから挑戦したいみたいこと、ぜひぜひお待ちしておりますのでよろしくお願いします。さあ、そんなわけでですねブラッシュ TV も秋に入ってきまして、どん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 、おすすめの楽曲がこれ変わってきてますよ。もう1回目に出ていただいたアーティストもね、あのセカンド今作ってるとかね、新しいの作ってるという声もいっぱいありますのでね、またその辺も随時追っかけていきたいと思います。まずは、まだまだ記憶に新しいブラッシュアワードの決勝ライブの模様をトモ3のおすすめ動画でご覧ください。どうぞ。ビンビン来てる？ビンビンブラッシュ TV。 無理やりやってまいりましためっちゃマネはい、すいません、改めて紹介しましょう。中野さゆりです。はい、ありがとうございました。中野さゆりです。さあブラッシュアワードの決勝を終えましたが、はいはい、どうでしたか？楽しかったです。そうやったもん ね、はい、すごいね、めっちゃ楽しかったです今日。なんか、うん、なんか、はい、笑顔がなんかね、はい、予選の時よりもいっぱいあるからスタイルがなんかちょっと変わったような気分で。そうですね、今回サポートでカホンとギターとピアノに入ってもらってアコースティックでやったんで、まあ、そのバンドメンバーが最高でして、より生感があったもんね。はい、はい、楽しかったですね。いや前とアレンジがまた違うかったので。そうなんですよ、いつも来てくれてるお客さんにも楽しんでもらいたいなと思って。あ、そうですね、はい、なるほどなるほどなるほど。今はその制作、はい、今後していく。そうですね、うん、新曲を、今日とかも去年のアルバムから歌ったりとかしてるので、ほう、はい、そろそろ新曲をどんどん作っていきたいなと。なるほどなるほどなるほど、はい、どうなんですかその制作過程ですか、今は。これから仕様ですか。そう、 今作ったり何曲かできてます。何曲できてきてるんですか、はい、どうですかその曲の手応えというか、どんな仕上がりですか。そうですね、内緒ない、あもう内緒かい、もう内緒いいですねかわいい今のね、ありがとうございます。楽しみにしててください。そうですね、はい、なんかブログとかにもそういう過程とかってまたアップしてたくれたりとか、うんうん、アップしてます、うん、ぜひ見ていきましょう、はい、こちら、はい、はい、お願いします。どうぞどうぞ、はい、でははい、タイトルコールをお願いしたいんですけれども、今日のおすすめ決まってますか。はい、決まってます。よし、ではすみません、タイトルコールお願いします。はい、では中野さゆりでアコースティックバージョンの聴いてください。見つけて
ヒンしてる。ヒンヒンブラッシュ TV ホースということで、はい、さあ、正直ね、今回のギャグはさえ渡っておりません。前回のブラッシュ TV のね、あのギャグ意外と評判良かったみたいでですね、まあまあコメントいただきました。頑張ってねなんてね、そこからですね、まあ、日にちが経ち、次こそは前よりもクオリティの高いギャグをしようと思ってるんですけど、全く出てきてません。すいません、今回はオープニング初で終わるかもしれません。でも今回のですね、おすすめアーティストなんですけれども、あのね、彼女のトークはほんまライブ面白かったんですよ。なんかね、結構ライブはね、かっこいい楽曲なんですけど、ファンキーだしラテンだし、ね、サンバなんですけど、 MC 入ったらもうめちゃくちゃ大阪のおばちゃんになってて、めちゃめちゃ面白かったんですよ。はい、まあ、その模様はねちょっと皆さんにお伝えできないんですけれども、今回はこの素晴らしいアーティストを紹介したいと思います。トモスリーのおすすめアーティスト、ビンビン来てる、ビンビンブラッシュ TV。 笑う笑う笑う二人の会話が弾んで、いつの日か来るモデルの始まり。はい、今回のブラッシュ TV のゲスト、メルティングソウルです。よろしくお願いします。お願いします。さあ、早速なんですけれども、はい、今日はオンジェムでライブやったんですけれども、どうでしたか？久しぶり、もうオンジェム自体もすごい久しぶりで、何年ぶり、2年、2、3年ぶり。結構多い子は相手ね。そうなんですよ、でそこから出産、育児のくだりがありまして、育児休暇、はい、休暇、久々の、5月ぐらいからかな、ちょいちょい出てきて。あ、そうなんですね。そうなんですよ、だからもうここももちろん久々なんですけど。あ、そうなんですね、はい、なるほど。じゃあ、今ある音源とかって、それほんなら育児に入られる前に作られてた音源ですか？前のもあるし、生まれてからのもあります、ね、あ、そうなんですか、はい、なるほどなるほど。いや、ほんならちょっとこうどうですか、その生まれてからのやっぱりっ、ね、そうくる、そうきますよね。ちょっと変えていってしまってますけど、あ、全然いいです、はい、どうですか、こう違いってありますか？それめちゃめちゃ言われるんですけど、あんまないですよね。そうですか。いや、でもまあ、一緒にというなら、やっぱり音楽に取れる時間がすごい貴重なので。あ、なるほど。すごいこう、短く集中的にはするようにはなりましたけどね。すごい大事な時間やなっていう感じ。今までダラダラしてたみたいな感じやな。いやいや、まあなんていうか、自分の時間がね、あんまり取れないので、特にもう音楽とかなったらね、そうですね、まあ、できなくなったんで、今はもうそれがすごく大事な時間やなというふうにはなりましたね。なるほどなるほどなるほど。ライブとかね、はい、がっつりもう大阪弁でもバリバリ行くじゃないですか。もうスタイルはずっとですか？はい、出ました、鼻出ました。何年か前に初めて東京に行った時に、はい、このスタイルのお前やったらもう非難合語で、いろんなネットにね、非難合語やったんか、もうすごい書かれて、もう書きまくられたんですよ、ネットに。なんだ関西女はみたいな、だから関西人はみたいな。あ、逆に、そう、もうすごい、ダメ出し食らったので、はい、逆にもうこれ変えてやるかと。もう言ってやるとか、ね、もう言ってるやつは言うとけと、突き通してやるぞと、そう聞いとけと。いや、めちゃめちゃ楽しかったですよ。ありがとうございます、はい、はい、音源の方とかはどうですか、近々出す予定は？出す予定はあったんですけどね、予定は未定という感じになっちゃいまして、ちょっとライブをほんならやっていこうか。そうですね、まあ、ちょっとマイペースにしようかなと、あんまり無理せずね。はい、じゃあもうその辺はこうホームページ見ていただいて、そうですね、ぜひチェックで、はい、ぜひチェックをしてください。はい、はい、さあ、それでは最後に、はい、おすすめの1曲を、はい、タイトルコールでお願いします、はい、では行きましょうか。じゃあ、メルティングソウルで
君のメロディー。よろしく。ビンビン来てる？ビンビンブラッシュ TV。 はい、ということでですね、メルティングソウルでした。さあ10月、ついに10月ね、10月2日ですね、大阪元気フェスタにはソウルストーンカンパニーと、ルーフィーがですね、大阪城野外音楽堂ですごいビッグフェスに出てますよ。そして11月にはですね、ソウルストーンカンパニーのワンマンライブも結構ということで、まだまだブラッシュアドが終えたんですが、ブラッシュミュージックエンターテインメントはてんこ盛りで、活動しております。またこちらホームページぜひねチェックしてください。そしてですね、ブラッシュミュージックスクール、今現在開校に向けて動いております。まあ実際開校している部分もありますが、まあその辺の詳細はね今一生懸命アップしてますので、お知らせ皆さんにしていきたいと思います。そしてですね、中古楽器屋さんのキュージックとコラボレーションしている、ブラッシュミュージック、ブラッシュギターズですね、間違えました、すいません、ブラッシュギターズね、こちらの方も、ついにオープンかということで今いろいろ動いてますね。本当にいろんなことをブラッシュミュージックエンターテインメントやっておりますが、皆さんホームページまずチェックしていただいて、僕らの活動内容をチェックしてください。はい、これからもどんどん動いていきますよ。はい、絶対次回面白いギャグ考えとくからね、よろしくお願いします。それではお相手はブラッシュミュージックエンターテインメントの MC ウェルカムでした。バイバイ。バイブー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 。ビンビン来てる？ビンビン。